はい、皆さんお疲れ様です。今回も、浦和レッズ、それから、名古屋グランパス J リーグ第24節のゲームのプレビューを行いたいと思います。その前にですね、今日のニュースをちょっとお伝えしたいんですけども、ちょっとよろしいでしょうか。ちょっと準備がありまして、ちょっと大きなニュースが入ってきたんですけども、こちらですね、現在はですね、ドイツブンデスリーガのスットガルトに所属している遠藤航が、イングランドね、プレミアリーグのリバプールに移籍するんじゃないかということで、今こちらのドイツのメディアでもかなり大きく取り上げられています。こちらは、ドイツ最大の専門誌であるキッカーの記事なんですけど、大見出しでもうほぼ決まりなんではないかみたいな形で、取り沙汰されてますね。スットガルトは週末土曜日に開幕戦を迎えるんですけど、ホームでボーフム、浅野拓磨が所属するボーフムと対戦するんですけど、遠藤は、まあ、このキッカーの記事見るとすでに、木曜日、本日なんですけど、イングランドにもう渡っているのではないかというふうに伝えられていて、メディカルチェックを受けた後加入をするのではないかというふうに報道されていますね。こうなるとその週末のボーフム戦にも遠藤は出場しないのかなみたいなこともあって、なかなか今動きが非常に気になるところですね。ということで、ちょっと海外の話題になってみましたが、元浦和レッズの選手遠藤ですので、ちょっとお話をしてみました。では早速名古屋戦のプレビューをしていきましょう。ちょっとじゃあ名古屋の布陣図を出しまして、こちらですね。浦和レッズは前節サンフレッチェ広島戦で1対2、しかも逆転負けを喫してしまいました。今季は逆転負け初ということで、非常にちょっとショッキングな敗戦だったんですけど、広島戦に関してはかなり広島が、まあ、無秩序的な、まあ、ちょっとカオス的な前線プレスを仕掛けてくるチームなので、まあ、その前線プレスを回避するためにフィード戦術をかなり狙っていた印象がありました。で、前半に関してはそれがかなり功を奏していて、結局マリオス・ホイブラーテンのフィードからフォワードホセ・カンテの強烈なゴールが決まって先制も果たしたんですよね。で、後半に入ってもしばらくはゲームをコントロールできていたと思うんですけど、56分に負傷明けで先発していた秋元貴弘が途中交代してから、ちょっと局面の強度が落ちたかな、それからフィードをするにしてもそのフィードの起点になる、いわゆるそのボールを収める選手がちょっと秋元がいなくなったことで少なくなってしまったなという印象があって、そこからゲームの流れが変わっていったように見えました。で、1失点目に関しては相手の右ストッパーの塩谷司からの縦パスがフォワード加藤睦月に入って、そこから見事な、ね、切り返してホイブラテの体勢を崩してゴールを決めたということで、そこで同点に追いつかれて、その後はまあかなり広島にボールキープを許して浦和に関しては防戦一方になってしまい、カウンターもなかなかはまらず、交代選手たちの効力もなかなか発揮できず、そのまま終盤に入ったんですけど、最終的にはアディショナルタイムにナッシム・ベンカリファにゴールを許して敗戦を喫してしまいました。そのナッシム・ベンカリファの2点目に関してはかなり攻守転換が激しい展開になっていて、2度3度とボールを奪ったり奪われたりの展開になったんですけど、その末にね、まあ、いわゆるオープンプレーの連続の中でカウンターのような形で被弾してしまったんですよね。まあ、結局この日の浦和はかなり広島と攻守転換の激しいゲームを望んでいたような状況で、まあ、フィード戦術はまさにそうだったんですけど、その流れをまあ一貫していたんですけども、選手交代などによってそのなんか選手たちの個性とマッチしない状況が生まれてしまったのではないかなというふうに見えました。これはまあマチエス・クロジャ監督のね、戦術戦略がどうだったのかというところまで含めてちょっといろいろ考えを見なきゃいけないとは思うんですけど、まあ、それを踏まえて今回の名古屋戦をどう戦うのか結構注目だと思います。名古屋は広島と同じくかなり局面強度の高いチームで、攻守転換に関してもかなり得意とするチームだと思うんですよね。で、しかもですね、名古屋に関してはかなりスピードそれからパワーのある選手が多いので、まあ浦和としては広島戦と同じように、まあ、出入りの激しい
オープンプレーはあんまりその仕掛けない方がいいんじゃないかなというのが僕の個人的な印象なんですけど、果たしてまあスクロージャー監督はどういう戦略を取るのか注目になると思うんですけど、名古屋のシステムはこの布陣図でも示した通り 3-4-1-2 になるかと思われます。まあ、注目点はいくつかありまして、名古屋は今節浦和のホームゲームということから、レンタル移籍中のキャスパー・ユンカーが契約条項の問題で出場できないということですね。それからこの夏の移籍マーケットで名古屋の中核だったミッドフィルダーの、マテウス・カストロが中東に移籍してしまったんですよね。で、彼はかなりの中心選手で、まあ、特にカウンターアクションからの相手ゴールを襲うスピード、パワー、素晴らしいものがあったので、かなり影響があるのかなというふうに思ってたんですけども、まあ、彼が抜けた後の穴を今広島から完全移籍した森島司が務めている状況です。森島は非常にテクニカルな選手で、味方選手を引き出すプレーもうまいですし、まあ、実力は申し分ないんですけど、マテウスとはかなりプレー傾向が違う選手なんですよね。それでも長谷川健太監督、かなり森島の能力をやはり買っているようで先発出場させてますし、実際に名古屋のプレーレベルはそんな落ちてないように感じますね。まあ、問題はやはりそのマテウスのように自ら持ち上がっていってね、ゴールまで迫れるような選手ではなくて、最終的にはフォワードを生かすような形のプレーをすると思うんですよね、森島は。ただその生かす選手たち、まあ、例えば今回キャスパーユンカーは出れないんですけど、永井健介あたりはかなりスピードがありますから、森島に生かされるとなるとその能力が倍化する可能性もありますね。それからパートナーは誰になるんでしょうか。まあ、戦前の予想では酒井なのではないかなというふうに言われてますけど、まあ、酒井はね、あの空中戦も強いですし、まあ、ボールいい形で配球されればやはりゴールできる能力がありますから、その点も注意が必要だと思いますね。それからダブルボランチ、稲垣翔と内田の2人はかなり局面強度、この選手たち高くてボール回収力が非常に高いんで、彼らがボールを奪ってすぐさま前線にボールを供給するとかなり強烈なアタックが発動するんですけど、まあ、この前線というのが2トップ、それからトップ下、この3人だけじゃなくって、両翼の選手たちもかなり果敢に関わってくるんですよね。最近では左サイドに森下、それから右サイド野上が起用されているんですけど、まあ、泉龍二がちょっと怪我の影響で出れないので野上が務めてますけど、でも野上に関しては前節の鹿島戦では名古屋加入以来初ゴールを決めてますし、かなりこのやっぱり3バックの特徴を生かしたサイドアタッカーの攻め上がりは名古屋の特徴だと思います。そしてこの果敢な攻め上がりができる理由として、まあ3バックがかなり強いんですよね、この名古屋に関しては。やはり能力の高いディフェンダーが並んでるなという印象です。まあ、リベロの中谷、それから右の藤井は日本代表にも選出されましたし、このあたりは非常に強力なので、まあ少しばかり前の選手たちが、前がかりになってもね、それを支えられるようなディフェンスラインだと思います。これどうなるんでしょうかね。まあ、ちょっといろいろとやはり名古屋に関しては好戦的なチームですし、オープンプレーもいとわないので、それに対して浦和を付き合う必要はないのかなとも思っています。まあ、やはり浦和としてはまず自分たちがボールを持つことを大前提に考えた方がいいんじゃないでしょうか。まあ、広島戦に関しては、あえて自分たちがボールを持たずに、まあ、フィードで陣地をねまずは前に進めて、そこで敵陣でプレーするみたいな意欲は見られましたが、今回に関しては、まあ、少々スローでもいいのでしっかりとボールを運びながら、名古屋陣内に攻め入っていくのがいいのかなというふうに僕自身は思いますね。で、名古屋の特徴なんですが、まあ、ちょっとボードを使って説明しますと、3バックかなり保ちます。そしてまあ、例えば裏がボールを持って、攻めていく形では当然名古屋ディフェンスブロック築くんですけど、極力5バックにはならないように留意しているように見えますね。まあ、5バックになるとやはり、まあ、ディフェンスラインとしては非常に強固になるし隙間も埋まるんですけど、やはり防戦一方になってしまう恐れがあるんですよね。まあ、それを今まではマテウス、それから永井、キャスパーユンカーの3人のスピードでね
すぐさま攻守転換から挽回できるようなシチュエーションも築けたんですけど、やはり今の陣容を見るとなかなかこう後ろにね5人習うと重たくなってしまうんで、これは避けているような印象があります。まあ、特に森下に関してはかなり高い位置に取り続けていて、まあ、こうスライドするような形で野上がまあ4バック的に入るような形がよく見られますね。もともと野上自身がディフェンダーなのでこのようなアクションを取れると思うんですけど、これによって森下をカウンター要員として確保している。それによって攻守転換が発生した時にスムーズに攻撃に移行できる、まあ、そういう形を狙っているのかなというふうに思いますね。ですから浦和としてはまあ4バック的に相手がディフェンスブロックを組むと思われますので、まあ、当然このハーフスペースですね、サイドバックそれからセンターバックの間のスペースを狙うべきだと思います。でこれに際して今の浦和はサイドからの攻撃構築はできているんですけど、この最終局面での崩しがなかなか右サイドに偏っている印象があるんですよね。でその理由としてはやはり大久保がかなり、相手をねブレイクできるアクションもできますし、酒井のオーバーラップも頻繁であること、そして何よりボランチの一角である伊藤敦樹がインサイドハーフ的にプレーするからなんですよね。特に彼がハーフスペースをついたりすると相手は対応に相当手間取りますから、相手のディフェンスラインの裏をつける可能性が高まりますね。その場合、まあ、今ちょっと裏として課題としてあるのが、ここまではボールを持ち込めても最後のクロスからのフィニッシュの精度が低いという問題がありますね。まあ、これはクロスを供給する選手のボールの質もそうですし、それに飛び込む選手たちの挙動に関してもちょっと一貫性がないように見えるのが心配ですね。まあ広島戦では、最終盤に、アレクサンダー・ショルツが攻め上がっていて素晴らしいクロスを供給したんですけど、それに合わせられる選手がいませんでした。まあ、ショルツにしてみればね、ここまでリスクをかけてしっかりとしたクロスも上げられたのにどうして詰められないんだみたいな形で感情をあらわにしてましたけど、まあ、その気持ちも無理ないですね。あれだけ崩してね、相手もかなり動揺している中で最終的に、一番いいポジションを取ってゴールできない、まあ、それについてはやはり攻撃陣の問題多々あるかと思いますね。そして懸念の右サイドなんですけど、こちらに関しては、特に、まあ、伊藤のようなプレーアクションを起こせる選手がなかなか少なくて、例えば荻原とかね秋元あたりが、まあ、攻め上がっていく形非常に効果的だと思うんですよね。ですからその意味では前節から復帰した秋元の存在は非常に高くなるかと思うんですけど、それに加えてやはり必要なのは、まあ、トップ下に入るであろう選手、例えば安井あたりが伊藤と同じようなプレーアクション、ハーフスペースをつくようなアクションが必要になるかと僕は思っています。それによって全く右と同じシチュエーションが埋めますので、今度は、左からのクロスを、誰が合わせるか、まあ大久保あたりでもそうですし、伊藤もいいですし、もちろん関帝、それから場合によってはね酒井がバランスを崩して入っていってもいいと思うんですよね。そのぐらいのリスクをかけないと今の浦和はなかなか得点にたどり着けませんので、そのあたりのアクション、特に安井のアクションについては少し注目して見てみたいと思います。また安井入れなくてもいいと思うんです。例えば新加入のね中島がそういうプレーを起こしてもいいでしょうし、それからちょっと今ベンチ入りメンバーには入れてませんけども、小泉芳生などももしトップ下でプレーした場合はそういう好戦的なね前に向かうアクションが必要になるかと思います。守備に関してかなり今浦和は攻撃にバランスを傾けているので、あえてリスクを許容しているように見えるんですよね。今言ったようにサイドバックも果敢に攻撃参加しますし、ボランチの選手特に伊藤に関してはほぼ攻撃の、一員としてプレーしますので、かなり前がかりになっています。でそれに対して浦和は、アンカー的なプレーをする岩尾と、それからセンターバックのホイブラーテンとショルツがかなり広い範囲をカバーしていて、これに対して、まあ、早いオープンプレーが発生すると大抵の局面でマッチアップ、いわゆる1対1の状況になるか、あるいはサイドアタッカーあたりが果敢に攻め入ってくると数的不利になるようなシチュエーションが多々生まれていますね。まあ、これに関してはホイブラーテとショルツの守備能力でかなり担保されてるんですけど、それでも一定のピンチはやはり迎えているので、このあたりをどう許容しているのかちょっと今後も見ていかなきゃいけないと思います。
僕個人の考えとしては、確かに攻撃今物足りない面があるので、そこにリスクをかけてね、人数を割くことは、まあ、考えられる手としてはまあ許容できるんですけど、それでもやはり今までスクロージャー監督のチームのね、ストロングポイントだった守備がかなり形骸化している問題は鑑みなきゃいけないと思いますね。いかにホイブラーテンとショルツであっても、マッチアップの状況ではもちろん勝てる確率は高いかもしれないけれども、まあ、少ない確率で相ゴールに迫られてしまうこともあると思うんですよ。実際に広島戦でも何度もシュート打たれてましたし、それで西川のセーブで難を逃れていたシーンもありましたから、その点について、まあ、特にリーグ戦を勝ち抜く上において守備の安定は必須条件ですので、まあ、この点をどう捉えているのか、個人的に僕はこの攻守バランスはやはり以前のように、かなり守備に重きを置いた方がいいのではないかと思っています。その分攻撃の選手たちの個人個人にかかる責任は大きくなるんですけど、ここまでねやっぱりバランスを崩していることがやはり今の成績になっている、まあちょっと勝ち星をなかなか上げられない状況になっていると僕は見ています。名古屋はかなり先ほども言ったように攻守転換が早いんですけど、少し特徴が、あって、前節の広島は、ファイナルサードに入るまではほとんど場面転換、まあ、サイドチェンジあったりをしないチームなんですよね。ただ名古屋の場合は全然違うんですよ。名古屋はかなり頻繁にいろいろな局面からサイドチェンジを仕掛けます。例えばこういう深い位置からでも、こうねサイドとサイドをまたぐようなサイドチェンジを頻繁に見せて相手を揺さぶろうとしますね。でこれは非常に効果的で、まあ、ワイドに展開する、まあ、いわゆるスイートバックを採用するチームの特徴でもあるんですけど、それはすごく意識しているチームだと思います。このワイドの動きは、まあ、この敵陣の浅いところでも頻繁に見せますから、その分かなりチームとしてはスライドしていかなきゃいけなかったりして運動量を求められるんですけど、今の名古屋にはその運動量をしっかりと、こなせる選手たちが揃っている印象があるので、ここで対等の勝負をしていくことができるか、フロアとしてはもう当然ね、相手が場面転換したら、その分同じように、チーム全体をスライドさせていかなきゃいけないんですけど、それでどれぐらい対応できるか、まあ、かなり名古屋の場合はサイドチェンジが頻繁なので、その対処は非常に重要になるかと思うんですけど、まあ、ちょっと懸念材料としてね、これも、まあ、今バックライン4人で守ってるんですけど、なかなかこのラインの統率がうまくいってないにも見えるんですよね。例えば、広島戦で加藤に決められたゴールなんですけど、もちろん塩谷から入った縦パス非常に良かったんですけど、まあ、その際のこのライン形成どうだったのかなっていうのは一つ見なきゃいけませんね。加藤に関して、安易にねボールをこう受けさせてしまったんですけど、そこで例えばバックラインを押し上げるとかね、逆に押し上げないんだったら、じゃあサイドバックがどういうカバーに入るべきだったのかとか、そのあたりの、ディフェンダー陣の、ね、意思疎通みたいなのがちょっと見られなかったのが残念でした。名古屋に関しては広島以上に非常に場面を転換させるので、その都度の、判断が必要になるかと思います。裏としてはやはり今の攻撃、かなりスクロージャー監督自身も問題視していると思うんですよね。でそれに回答策の一つとして、まあ、広島戦でも先発しました秋元の左ミッドフィールダーとしての起用は一つの手だと思います。彼はやはりフォワード出身の選手でもありますし、まあ、右からの攻撃構築ができている状態であれば、最後のフィニッシュシーンに秋元がセンターに入ってくるプレーは重要になるかと思うんですよね。でスクロージャー監督も会見の中でたびたび秋元のこういう中央にね入ってくるプレーを求めているみたいな発言をしてますから、おそらく秋元の復帰によってその攻撃力改善を目論んでいるんじゃないかと思います。どうなんでしょうか、まあ、ちょっと名古屋戦いろいろな、ね、問題もはらみながら、まあ、今季進んできました、まあ、なかなか勝ち星上げられず、しかも天皇杯の4回戦では0対3で、ね、完敗してしまって、浦和天皇杯の1回を逃してしまいましたから、この試合に関しては、ね、リベンジの思いもあると思います。そして何よりこの試合もし落とせば3位名古屋、それから4位浦和との勝ち点差が現状7ありますので、これが
さらに開いてしまう状況、そうするとちょっとリーグタイトルを獲得する可能性は非常に低くなってしまいますので、ホームのこの試合はまあ絶対勝利が条件になるかと思います。では今日はこのような形で終わりたいと思います。また次回もこういう形でプレビューしたいと思いますので、よろしくお願いします。